芸人とアイドルの純愛物語。さあ始まりました。私庄司智春と藤本美貴さんが出会ってから結婚に至るまでをこと細かくこと細かく話すコーナーでございます。さあ、もう前々回から、クライマックスに入ってそのまますぐ終わると思いきやまだまだ終わらないんですね。チャンネル解除しないでくださいね。ということで、プロポーズは成功したんです。ありがとうございます。ドキドキしましたね。なかなか言えない、結婚してくださいの一言が言えずに、やっとの思いでプランはね、なくなりましたけど、泥臭い庄司智春らしいプロポーズができたと思っておりました。そして OK いただきました。しかし次の日にはもう一度プロポーズしてほしいと、記憶に残るプロポーズをしてほしいと。ミキ様ですね、本当にミキ様。まあね、でも本当に結婚してくださいって言って、いいよって言って、いいよはいただいたんで、結婚できますという、まあ、気持ちの余裕はできてるんですよ、庄司さんは。だからあとは納得するようなプロポーズを、まあ、もう一度、まあ、何のためのプロポーズなのか分かんないですよ。 OK もらってるからね。まあ、でも、彼女のためにもう一度彼女が納得するような、いいプロポーズだったと思うんですけどね、今思ってもね。お弁当作ってひまわり畑でプロポーズする予定だったけど、それは言えなかった。確かにね、それはダサい男でしたよ。でも自分の地元のね、河川敷で思い出の花火をねしながら、その後にプロポーズしたって、とても泥臭い庄司智春らしいプロポーズだったんですけどね。まあまあ、でも彼女が思い描いていたちょっとこう派手なねプロポーズではなかったっていうのはね、まあしょうがないということで、どうするかいろいろ考えたんですよね。何がいいのかなって、難しいよね。だってもう成功してんだもん。もう一回プロポーズするっていうのがね、なかなか難しい。さてどうしようかって言って、まあ、ひまわり畑、最初のプランもね、彼女の好きだった花、好きな花に囲まれてっていうとこだったんで、何が好きかな、どうしようかなと思った時に、ミキティってね、彼女、キティちゃんが昔から大好きなんですよ。で、藤本美貴でキティちゃん大好きでつなげてミキティ、これ自分でつけたらしいんですね。自分でつけたというか、こうお姉ちゃんと子供の時に遊んでて、あ、つながるじゃんつって、ミキティちゃんって言って、あ、いいねって、で自分で、でデビューした時になんか藤本美貴でミッキーって始め呼ばれる感じの流れがあったらしいんですけど、いや私あのミキティなんで、ミキ、あのキティちゃん好きなんでミキティです、ミキティって呼んでくださいって自分で言ったという、ちょっと老いたなエピソードがあるんですけど。だからミキティって自分でつけたんですよ。これ知ってました？ここだけの話、皆さんサバサバしてますけど、ミキティって自分でつけたらしいですよ。そうなんですよ。だからキティちゃんが好きって、あ、キティちゃんが好きか、じゃあどうするか、
うん、でキティちゃんはサンリオだよな、サンリオピューロランド、あ、サンリオピューロランド付き合ってる時行ったことなかったなっていうか、まあ行けないですよね、人目を気にしながら、まあ、デートもしていましたので、でそう、あ、じゃあサンリオピューロランドいいなと思って、でもただただサンリオピューロランドに行ってっていうのもあれなので、なんかこうちょっと、まあ、記憶に残るプロポーズをしなきゃいけないということだったので、お願いされてますから、ミキ様に、なんだろう、キティちゃんに会えるタイミングないかななんて思いながら、うん、まあいろいろこうサンリオピューロランドのこうホームページとか見てると、結構なんかこう結婚プランみたいなのもあったんですよ。あれ?と思って、いいぞと思って、で、まあ、直接サンリオさんに連絡するっていう方法も考えたんですけど、まあ、こういう業界に私いますので、誰かこうサンリオさんと一緒にお仕事してる人いませんかねとかっていろいろ考えていたら、大原香織さん、ミニスカポリスでね、おなじみの今、大原ガオリさんで活動しているタレントの方がいらっしゃいまして、で昔からね、あの仲良くさせていただいて、あの極楽とんぼの山本さんだったりとかっていう、こう軍団山本の長子、まあ唯一女子の、うん、軍団員みたいな感じで、まあまあこう、まあ知り合いだったんですね。で、あ、なんか大原さんちょっとサンリオとお仕事をしてる感じあったなと思って、大原香織さんに連絡して、いやこうこうこうでって言って、もう事情を説明して、でもう一回プロポーズしてほしいなって言って、でミキティがキティちゃん好きなんで、まあもし大丈夫であればサンリオの方とこうお話できる機会ありませんかって言って、まあ連絡したら、ああの展示会があるっぽいので、じゃあその時にじゃあ一緒に行きましょうって言ってくれて、で私の知ってる方がいるから、まあその人に話聞いてもらうだけ聞いてもらったらどうですかって言ってくれたんですよ。で間に入ってもらって、でその日のね、こう指定された時間にね、大原さんとこのサンリオさんのところに行って、でまあいろいろこうキティちゃんとかこうサンリオのキャラクターのあるそのグッズのところをこう見させていただいて、でね、こんなねプライベートの、もうテレビもう何もないですよ、テレビとかもうイベントとかもう YouTube も別にないですよ、そういうことじゃなくて完全なプライベートなのに、お忙しい中ね、なんかこうサンリオさんのこの会議室みたいなのも撮っていただいてて、もう5人ぐらい来てくれたんじゃないかな、僕はもう完全プライベートですよ、向こうはもうお仕事中のね時間を割いてくれて、時間を作ってくれて、で大原さんにねこう付き添ってもらいながら、あのすいませんって言って、あのお願いがあるんですけどって言って、でもう一部始終こう、あのまあね付き合ってるっていう、こう報道はされてたから週刊誌に撮られてね、でまあ知ってるか知らないか分かんないですけどって言って、こう一応こうことの経緯を話しながら、でついこの間プロポーズして OK いただいたんですけどまさかあの記憶に残るプロポーズをもう一度してほしいと言われて、いろいろ考えた結果、彼女はあの子供の時からキティちゃんのことが好きで、自分のことをあのミキティと自分であだ名をつけたぐらい好きなんですって、でどうしても彼女の記憶に残るプロポーズをしてあげたいと思ったので、あのキティちゃんが見守る中、
プロポーズして指輪をはめてあげたいんですけど、お願いできませんかねって言って、もう無理を承知でね、こうお願いしたら、やりましょう、プライベートですよ、カメラも何もないんですよ。サンリオさんが、いいですね、いいプランですね、やりましょう。で、じゃあこの日のこうどうですかとかって、だいたいいつぐらい来れそうですかとかって言って、あのすごいなんかこう協力していただいて、なんとサンリオピューロランドでプロポーズすることができたんですよ。いやー、神でしょ、本当に。いやー、緊張したわ、プライベートで。本当にね、お邪魔してお忙しい中話聞いていただいて、心よく協力させてくださいって言ってくれて、でどういうプランなんですかっていうことで、こと細かくこういう感じでやってみたいんですけど、あ、じゃあそれだったらこういう感じがいいんじゃないですかって、あ、じゃあそれお願いできますかみたいな感じで、そう、その時にこうプランを練って本番迎えるわけですよ。さあ、そのサンリオピューロランドでの2回目のプロポーズは次回ということで、引っ張るねー、ということで、そろそろ本当の本当の本当のクライマックスを迎えようとしております。ということで、今回は以上でございます。